じゃあ、パパ自作ラッキーブロックって言うんですけど、このブロックを壊すとアイテムがドロップしたり、まあ、いろいろなことが。はい、どうも皆さん、こんにちは。スティーブです。じゃあ、パパです。はい、というわけでですね、なぜスティーブなのかと言いますと、このワールドはですね、このモッドの、テストする用のワールドなんで、今スティーブになっています。じゃあ早速本題に移っていきたいと思います。では皆さん、ラッキーブロックっていうモッドはご存知でしょうか？今回ですね、僕は、簡単にこのラッキーブロックを真似して作ったんで、それを紹介していきたいと思います。本家のラッキーブロックみたいに、まあ、すごいことはできないんですけど、まあ、ある程度のことはできます。はい、このようにダイヤモンドがドロップしたり、ここでやるか。はい、このように即死系の TNT が、TNT 爆発が遅いんで、まあこれは余計出ちゃうんですけど、まあ、遅延を早めれば、もう出た瞬間に即死するようなこともできます。ちなみにこのブロックは爆発では壊れないようにしています。素手では簡単に壊れますけど。で、このようにアイテムが出ないと思ったら上からすごいたくさんアイテムが降ってきたり。作り方さえ覚えちゃえば結構誰でも簡単にできます。マインクラフトは体験版でも、まあ、モッドは作ることができるんで、これは導入力だ。体験版でも作ることができるんで、本当に誰でも作ることができます。お、ダイヤモンド。よし、じゃあ壊していきますね、どんどん。ピストン。で、このちょっと一つ残念なところは、そんなすごいことが起こせないっていうことですね。まあ、僕は簡単にやってるんで、あ、出ない、あ。はい。で、このように、まあ死んじゃう系も何個か入れてます。まあまだ14通りしか、まあ、動作、14通りのことしか起こらないんで、別に14通りじゃなくてもどんどん増やしていけばラッキーブロックに近いようなものができるんじゃないでしょうか。ちなみに僕もこのブロックは自分で書いたんで、ちょっと左の方を見ていただくと、ここら辺ですね、見ていただくとなんかちょっと色が違うんですけど、はい、ちょっとラッキーブロックを真似して、書いてみました。僕のラッキーブロックはこんな感じですね。まあ、本家とはやっぱり違って、本家はすごいんで。まあ簡単な作り方を説明すると、まず乱数っていうものを作って、そこから if 文で分岐させて、まあこういうのを作ってます。でも、本家のラッキーブロックはまあこんな簡単なやり方ではないので。はい。まあ今回はこんな感じですかね。まあ、この、作り方なんですけど、まあ、詳しい作り方を知りたい人はコメント欄に書いていただければ、まあ、たくさん来たら、私は紹介したいと思うんで、もしよろしければチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。じゃあ最後に1個壊すか。